では続いてのプレゼンテーターの方、株式会社ドーナツ根岸さんにお願いいたします。今まだ準備中でございますね。大丈夫ですか？はい、それではどうぞ。どうも、株式会社ドーナツ、共同創業者取締役根岸と申します。本日はよろしくお願いします。ジョブ缶が支える、事業基盤として、説明させていただきたいと思います。このジョブ缶というのはクラウドサービスですね。弊社で開発しているものになります。弊社なんですけれども、創業14年目の会社になります。売上高としては71億で、この従業員としては360名で、私たちの会社としての特徴としては、最初私と代表が150万ずつ出して、先輩に50万出してもらった、その350万だけでこれまで調達せず借り入れせずここまで来たというところが特徴になります。まあ、現在タイであったり韓国にも子会社があるというものになります。事業としましてはこの4つのものになります。クラウドの事業とゲームの事業、そしてライブ配信の事業と医療の事業になります。まあ基本的には IT を使ってプロダクトを企画運営し提供していくという会社になっております。で、私たちとしてはこのチェンジザゲーム、業界を変えていくというものをミッションとして日々仕事に取り組んでおります。今日私、根岸なんですけれども、代表西村と、もともと DNA の新卒1期生で入りまして、で、二人ともで、辞めてですね、会社を立ち上げたという経緯になります。で、先ほど申したようにですね、資本金350万で一切借り入れせず、調達せずっていうことなので、相当厳しい中にありました。で、マンションの一室からスタートしたわけなんですけども、当然、最初は、仕事を依頼することもできず、全部私がやっておりました。なので、多数の業務ですね。いろんな種類の業務があったんですけれども、そうしたものをすべて私がやっており、さらに、勤怠管理も行っておりました。で、そうしたところで、やっぱり、当時はですね、受託開発の事業をやっていたんですけれども、開発も、営業も両方やりながら、このバックオフィスの業務、勤怠管理をやるっていうのは相当時間が取られると。あとはやっぱり集中力を切らされてしまうのでかなり厳しかったんですね。で、そういったところを、なんとか改善できないかというところで、なかなか当時はクラウドというサービスも日本だとそんなになくてですね。こういう、先ほど申し上げたような多数の業務を兼業していて、かつ、20名ぐらいですね。アルバイトがいて、で、それを、もろもろやってました。例えばということで挙げさせていただくと、このように毎月従業員に告知ですね。僕らの場合だと、Excel ファイルに、出退勤の情報を書き込んでもらって、提出してもらうということをやってました。で、やっぱりなかなか出してくれないアルバイトがいたりだとか、そこにまた連絡する。で、今度集めた、エクセルファイルを、集計しなければいけないというような面倒なこと、および、それを集計すると。そういったことを、全部手作業でやってました。で、当然、業務に手が回らないということになるわけです。もう本当に、例えば納期で忙しいところで開発に時間を本当は割きたいんだけれども、この、やっぱりお給料をお支払いしなければいけないので、こうしたものを自分でやっぱりやらなければいけないのは相当苦でした。で、そこで、ちょっと、クラウドサービスっていうのが、当時、そこまでまだ出ていなくて、僕らとしては、自社で開発するっていうことで、このアナログでやってた打刻及びその集計作業っていうのを、デジタル打刻。つまり、例えばスイカとかそういったもので、タッチすればそこでもうすでに打刻データっていうのは、もうサーバーに行って、しかも同時に集計もできるということで、その、月末になればそういったものがすべて
データが揃っているということになったので、まあ私としてはこちらに集中できるというふうになりました。で、まあこれによって、まあかなり時間割けるようになったわけですけども、当初は私一人の効率化っていうことになったわけですけども、先ほどお見せした通り、今や私たちの従業員が360人、あとはタイと韓国に子会社があって、まあそういった会社すべてがこのジョブカンという、近代のツールを使っていると。で、こうしたものをですね、他社さんにも使っていただいて、弊社で感じていた、その、非効率性っていうものを、どんどん改善していただきたいと思って、今、展開しているところです。で、もう一つがですね、この、業務拡大に伴ってですね、膨大になった稟議や、この承認ですね、そうしたものを改善したいという話です。当時、私たちの会社、100名程度の人数になってたんですけども、全員紙で稟議書を書いて、それを回していくっていうようなことをやってました。で、そうすると、ここに書いてあるように、承認がどこまで進んでいるかわからないであったりとか、実際、決裁者の手元に、たくさんの書類が届いて、それがこう、他の書類に紛れていってしまうみたいなことも当時ありました。だんだん量が多くなる。で、そこで、他社のクラウドサービスを導入しまして、全部一元管理すると。そのクラウドで稟議を申請して承認をするっていうことで、だいぶ改善しました。先ほどお話ししたような問題っていうのは改善されたってことですね。ただですね、やっぱり管理ができるようになったんだけれども、実際そのツールを使っていたところ、まだ不満が出てきたというか、なかなか課題が解決できないということが見えてきて、それが、表示のスピードであったりとか、あとは、その、稟議の中身まで検索できないっていうところだった。タイトルだったら検索はできるんですけど。で、そこで、当時のクラウドサービスだと、私たち見つけられなかったので、自社で作ろうということで、作りました。これによって、稟議の申請の中身まで検索ができて、かつ、スピードを早く表示ができて、さらに加えて、スマホでも、その機能を提供したことによって、例えば出張が多いとか、外にかなりいろんな営業に回られている決済者でも、決済がスピーディーに行えるようになりました。で、当然、どこに今止まっているのか、そういったものもわかるようになりました。ということです。これによって、このジョブカンのこの導入ですね。ワークフローというんですけども、こちらの導入によって3分の1に改善ができました。で、先ほど申し上げた、その、勤怠の管理と同じようにですね、やはり、弊社と同じような悩みを持たれている会社さんというのは、世の中に多いだろうと考えまして、こちらも外販して、今、展開しているというところです。で、おかげさまで、今、導入がどんどん広がっているわけなんですけども、実は、その、会社において、私が、こう進めてきたこの効率化っていうのは実は前職でも思ってたことなんです。前職営業のサポートという仕事をやってたんですけれども、その営業のサポートの仕事をやっている中で、たくさんの繰り返される仕事っていうのがあって、で、これっていうのはやっぱりかなり無駄で、より重要な仕事に皆さんの時間が振り向けられたら、もっと日本の生産性っていうのは変わるんじゃないかっていうことを、ふつうつと思っていたわけなんですけれども、実際、自分で会社を立ち上げて、実務をやっている中で、そうしたことを改めて感じて、改善をしてきたというところになります。で、今、世の中ではかなりこう DX だったりとか、その業務効率化、生産性向上っていうことが、かなり謳われていると思うんですけれども、僕らとしては、まず、自社の生産性っていうところを上げながら、第一のクライアントとして自分たちを、徹底的に客観的に分析しながら、それを改善するというツールを作り、これを世の中の皆様に提供させていただくことで、社会全体の効率化につなげていければと考えております。ちょっと早いんですけれども、ご清聴ありがとうございました。